こんにちは。本日は僕がね、今回コミュニティデーでね、遊んでいた風景の動画を撮ろうかなと思いまして撮影しております。こちら音声はね、ちょっと後撮りとなっておりますね。で、今回の動画なんですけど、僕がね、その普段コミュニティデーでね、どんな風にフルーツを稼いでいるのかっていうのをちょっとお見せできたらなと思いまして、今ね、動画のある通り自転車に乗っているわけですけれども、基本的にはですけど、おすすめなのは自転車で遊ぶのであれば、だいたい1時間から1時間半ぐらいで繁華街をね、駆け巡るのが良いのかなと考えております。それで今回僕が設定したルートは、まずは日比谷公園からスタートしていって、最終的にね、日比谷公園にね、また戻ってくるという形になっておりまして、で、今この走っている日比谷公園なんですけれども、こちらだいたいピクミンのコミュニティデーの日ってポケモン GO のコミュニティデーと被るのがあって、だいたいですけれども下向いてスマートフォンやってる方がやっぱいますね。まあ、ポケモン GO のねコミュニティで楽しまれている方がいるということで、まあ、ただね、それでもこの道の広さですよ。基本的にはね、もうまあよっぽど集中してなければ人とぶつかることはまずないし、まあとにかく歩きやすいのが大きいし、あと単純にですけど、ビッグフラワーとにかく多いです。ポケモン GO をやってるねユーザーが多い関係で、そのガチ勢、いわゆるね、本当に何て言うんだろう、効率とかを考えて遊んでいられる方が割と多いなというイメージがあります。現にね、この日比谷公園に最初に着いた時には、もうこの日はね、バラがたくさん咲いていてね、あ、さすが日比谷公園だなって思わされてしまいましたね。で、日比谷公園を抜けていきます。このままそしたらね、日比谷公園抜けまして、このまま皇居ね、すっつき進んでいきます。それで皇居なんですけれども、ランナーが走れる場所がありまして、その皇居ランナーの方がね、走っている場所はなんと信号に全く引っかからないというか、信号がそもそも存在していないんですよね。だからここのね、皇居の走っている、今僕がね、まさに走っている場所はとても快適に走れて、しかもこれだけ道も広くてっていう感じで、かなりね、気持ちよく自転車でサイクリングをね、することができます。景色もとても良いんですよ。東京ならではのね、このビルが立ち並ぶ感じのね、景色を見ながらね、サイクリングを堪能することができます。ただね、その注意なのは、稀にですけど観光客の方とランナーの方がたくさんいる状況になることがありまして、まあ、そういう場合だったら、この今走ってる場所ではなくて、この隣側、反対側の、ね、ところを走ると良いかなと思います。で、そのまま大手町に向かいまして、大手町はね、比較的信号が少なくて、信号に引っかかりにくく、まあサクサクと進めるかなという感じですね。あと土日はとにかく人が少なめです。僕ね、よくね、土日大手町にいますよ。大手町のね、お店はね、土日は特にすくんでね、空いているね、お店を狙ってね、僕はよく土日は大手町にいることが多いです。平日は混んでますけどね。大手町を抜けたら、三越に向かっていきます。三越はね、言わずと知れた日銀があったり、まあ三越本店があったりと、かなりね、そのゴージャスなエリアとなっていまして、まさに走ってるところもね、ここ日本かって思うぐらい普段じゃ見られないような景色が立ち並んでいますね。ここ走るのも気持ちいいですよ、本当に。それビッグフラワーもね、特に多いんですよ、この辺は。ビッグフラワーも多い上に、夜中でも明かりがついております。そのためね、僕よくね、夜中のコミュニティでの動画とか撮ってる時は、よくこの三越前からスタートしていることが多いです。で、そのまま神田の方に抜けて、秋葉原の方面に向かっていこうかなと思います。で、秋葉原到着しました。秋葉原なんですけれども、自転車ね、おすすめできないです、ぶっちゃけると。
ビッグフラワーも多いし良さそうじゃんって思うかもしれないんですけど、人がとにかく多いのと、あと信号に割と引っかかりやすい、この2点ですね。やっぱりこういった繁華街、こういった街中でピクミン遊ぶのであれば、もう歩いた方がやっぱり効率は良いかなと思います。自転車で遊ぶんだったらまだいいかな。自転車で遊ぶんだったらまだまだギリギリ許容範囲かなとは思いますけれども、まあ細い路地とかにね入っていって、自転車でビッグフラワーでねフルーツを回収するっていうのはちょっとだけ難しいかな。土日だったら特に難しいですね。平日だったら簡単なんですけど、土日はねやっぱ人が多いんで、その人通りがね細い路地とかをね自転車で抜けるのは難しいかなと思います。で、秋葉原をそのまままっすぐ抜けて昭和通り抜けまして、で秋葉原から脱出して小伝馬町に向かっていって、まあ、このまままっすぐ行って人形町方面に行きます。今回はそれで人形町の方に入っていくんですけれども、人形町はね和菓子が美味しいお店があるなというイメージです。まあ、他にももっといろいろあると思うんですけれども、僕はねまさにこの日はここのね今奥に映ってるどら焼き屋さんのねどら焼きを買わせていただきました。とっても美味しかったです。ここおすすめですよ。今度は茅場町方面にそのまま突っ走ります。証券会社がとにかく多いなというイメージです。コンビニはね特に土日は空いてるんですよ。コンビニのイートインコーナーによくいます、僕は。茅場町のね、で茅場町を抜けまして日本橋方面に向かっていきます。それでこれをねやる時の注意点というかおすすめ技、同じ道をね2回通っちゃいけないんですよ。なんでかっていうと、ポケモン GO だったら日比谷公園をひたすらぐるぐるするみたいに、狭い道をひたすら巡回するみたいな、同じ道をひたすらループするのがかなりうまい遊び方なんですよ。なんでかっていうとソースがすぐに復活するからなんですけれども、ピクミンに関してはソースの復活みたいな概念がなくて、おそらくなんでかっていうとビッグフラワーを咲かせてから3時間みたいな感じで、もう同じ道をね2回通ってもねうまみがないんですよ、あんまり。だからなるべくですけど同じ道は2回通らないようなルートを構築すると良いかなと思います。で、日本橋にはねまあいろいろあるんですけれども、かの有名なポケモンセンターありまして、もう僕はねポケモン GO 本気でハマってた時はよくこのポケモンセンターに遊びに行ってギフトを取っていた思い出がありますね。で、日本橋をそのまま抜けて今回銀座方面に向かっていきます。で、この日本橋で思い出深いのはコミュニティデー、2回ぐらい前かな、結構前のコミュニティデーでそのバラのバラ巻きをやったんですよ。このバラのバラ巻きをやった現場がねこの日本橋ということで、これ実際にバラをここにバラ巻きますよっていうのを告知をしたら本当に取りに来てくれた方がいて、とても嬉しかった記憶がありますね。で、今まさに走っているのは東京駅側で、これ右に進めば東京駅に行けます。八重洲側かな、銀座方面に向かっていくんですけれども、銀座と自転車の相性あまり良くないです。っていうのもやっぱね土日は人が多いというのがありまして、まあ狭いね路地に入っていきづらい、さらにさらに秋葉原以上に信号に引っかかりやすいです。これがあるせいで銀座はね歩く方が効率がやっぱりねいいんですよ。ビッグフラワーのね数はね本当に全国トップクラスのビッグフラワーの数なんで、どうせだったらね小回りの利く徒歩でねやるのが銀座は良いかなと思います。銀座の街自体はねとてもそのビッグフラワー咲かせるのには向いてますけれども、自転車でやるのはちょっとだけおすすめできないかな。自転車でやるくらいだったら僕は歩きたいですね。ただこんな感じの大通りをね自転車で通っていくぐらいだったらかなりねそれだけでもフルーツは稼げるんで、まあこういった大通りをね通るぐらいだったら全然いいかなと思います。それでそのまま日比谷方面に流れていって、この旅は終了ですね。
で、まとめますと、自転車で遊ぶ時のコツはなるべく1時間から1時間半ぐらいで帰ってこれるルートを構成します。なんでかっていうと、コミュニティデーのフルーツすぐ消えるからです。3時間ぐらいでね、どうしても消えてしまうんで、最悪3時間漕ぎ続けてたらどんどんね、フルーツがね、取ったものが消えていくわけですよ。それもったいないじゃないですか。だからなるべくですけど、1時間から1時間半ぐらいのルートを作ってください。さらに2回同じ道を通る意味ってあんまないんですよ。だからね、その同じ道は通らないようにする、まあ、この2点をね、守っていただければかなりね、効率よく稼げるのではないかなと思います。僕はちなみにですけど、今回の日比谷からね、この一周してきた感じでだいたいね70分ぐらいですね。そこそこゆっくり漕いで70分ぐらいだったんで、まあ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 、これも良いかな、まあ、これぐらいのルートなんかなって思ってますね。その秋葉原からさらに上野の方に抜けていくことも可能なんだよね、まあ、そういった感じで自分の好きなようにね、ルートを組めるっていうのも、これもね、自転車の魅力なのかなと考えております。なんとかね、無事一周してきました。で、走行時間はだいたい90分ぐらいですかね。結構長く乗ってました。まあ途中寄り道もしましたからね。それで肝心のね、フルーツどれだけ稼げたかと言いますと、なんとね、これだけのフルーツを稼ぐことができました。これ数をね、ちょっとさっきちゃんとね、数えてみたんですけど、80個、ジャスト80個あります。それでね、もう自分が通った道が全部ね、フルーツになってるんですよ。これすごくないですか。これがね、東京ですよ皆さん。僕はね、普段こんな感じでコミュニティではね、フルーツ稼ぎをしております。それで早くね、もうフルーツが消えてしまう前にさっさとね、どんどん受け取っていくのがやっぱおすすめですかね。それでは今回ね、ちょっとこの辺で以上とさせていただきたいんですけれども、自転車での明確な弱点ですね、これまだね、僕1万歩達成してないんですよ。だから、ね、今からね、1万歩を達成するためにね、6700歩ちゃんと歩こうかなと思います。それでは今回この辺で以上とさせていただきます。ありがとうございました。